親父、大事な話があります。どうした、リュウ。俺、今日で組を抜けさせてもらいます。は？ちょっと頭、おいらやだよ。頭が辞めるのやだ。辞めるのやめて。いえ、いなくなっちゃうの？すいません、お嬢。理由を聞かせてもらおうじゃねえか。理由はこの子です。ほら、挨拶しろ。ナミです、はじめまして。もう、もしかして頭もロリコンに？ちょっと待て、もってなんだ平次。いや、なんでもないですよ。そっか、龍も。ちょっと、お嬢。その子どうしたんだ？まさか頭の隠し子？そんなんじゃねえよ。こいつは兄貴の子でな、兄貴が事故で天国に行っちまって、こいつは母親と一緒に住んでたんだが、実はこいつは兄貴の連れ子で、母親とは血がつながってなくてな、施設に預けようとしていたから俺が育てると言って引き取ったんだ。そうだったんだな。そいつがうちを辞める理由ってわけか。はい、こいつのためにもヤクザの身じゃない方がいいと思うので、それになるべくこいつとの時間を作ってやりたいんです。身勝手な理由で申し訳ありません。身勝手な理由なんかじゃねえよ。そうまでして守りたいもんができたのはいいことじゃねえか。ナミ、こいつは必ずてめえのことを幸せにしてくれる。信じてついていけ。はい。今までご苦労だったな、リュウ。長い間ありがとう。本当にやめちまうんですね。お世話になりました、頭。頭！ぶわー！リュウ。親父、本当に、本当にお世話になりました。このご恩は一生忘れません。犬塚、平次、カンタ、親父とお嬢のことよろしく頼んだぞ。はい。噂組若頭として頭の分まで俺が盛り上げていきます。なんでてめえが若頭になる前提なんだよ。じゃあ俺は行きますね。行くぞナミ。はい。達者でな、リュウ。親父も。俺はリュウ、元噂組の若頭。今はサラリーマンをやっている。今となっては犬塚たちと暴れ回ってた頃が懐かしい。リュウさん、今日ご飯に行きませんか？誘ってくれたのに悪いな。娘が待ってるから、また今度な。そうですか。いえ、私の方こそ無理ってすみません。それじゃあまた明日。はい。はぁ、また振られちゃった。私が代わりに飲みに付き合ってあげるよ。でも龍さんってすごいよね。入ったばかりなのに仕事できるし、シングルファザーで娘一人育ててるんでしょ。尊敬するよね。待たせたな、ナミ。いえ、お疲れ様です。おい、敬語はいらないって言ってるだろ。はい。ったく、保育園でもそうなんですよね。なんだか心を開いてないみたいで、お友達とも距離を置いてるんです。そうか、教えてくれてありがとうな。兄貴の死をまだ乗り越えられてねえのかもな。でも仕方ねえよな、まだこんなに幼いんだから。帰るぞ、ナミ。はい、先生、さようなら。うん、また明日ね、ナミちゃん。そうだ、今日はファミレスでも寄って帰るか。え、ファミレス？お子様ランチとかある場所だよ。行ったことないのか？うん、そういえば昔行きました。お父さんが連れて行ってくれました。懐かしいな。よし、じゃあ行くぞ。何でも食べていいからな。俺はそうだな、これにしようかな。ナミは決まったか？私は水でいいです。はい。水を飲めばお腹いっぱいになりますから。何言ってるんだよ、好きなの食べていいんだぞ。でも会食って高いんですよね。ナミはしっかりしてるな。でも心配しなくても大丈夫だっての。俺は働いて稼いでるんだから。ほら、いいから頼め。頼まないならこのメニューにあるやつ全部頼んじまうぞ。わかりました、頼みます。
結局ナミはお子様ランチを選んだ。ナミは全然あれが食べたいこれが食べたいとか言わないんだよな。そういえばうちに来た最初の頃はご飯も全然食べようとしなかった。あれは緊張してたのか。おいしい。そりゃよかった。おかわりしてもいいからな。ゆうさんはどうして私にこんなに優しくしてくれるんですか。どうしてってお前はどう思ってるかわからないけど、俺はお前のこと本当の娘だと思ってるからだよ。娘に優しくすんのは当たり前だろ。それは当たり前じゃないと思います。そうか、俺は当たり前だと思うけど。あれあれあれ、どっかで見た顔だと思ったらお兄さんじゃん。なあ、うわ、それに元娘もいる。元娘ってそんな言い方ないだろ。怒んないでよお兄さん。ああ、誰だそいつ。お兄さんよ。ちなみにお兄さん、この人は私の今の彼氏。こっちのおチビはあなたも知ってるでしょ。ああ懐かしいな。よく遊んでやったっけ。おい、久しぶりに会ったんだから挨拶ぐらいしろよナミ。どうしたナミ、震えてる。もうお兄さんったら、ちゃんとしつけしないとダメじゃない。挨拶ぐらいさせないと。いつもはできるんだけどな。挨拶ってのはね、いつでもどこでも誰にでもできなきゃダメなのよ。うちにいた時はできたのにな。やっぱり元あれには子育ては難しかったんじゃない。元あれ。なんでもないわよ。じゃあ行きましょうマサ。ああ大丈夫かナミ。はい。その後のナミはどこか様子がおかしかった。ずっともしかしたらと思ってたことがある。ナミに聞いても答えてはくれなかったが、あの様子から俺の予想は当たっていたのかもしれない。そしてその日の夜。ああ、どうしたんだナミ、トイレか。よいしょよいしょ。おい、何してるんだナミ。なんで段ボールの中に。私は段ボールで十分です。おいしいご飯もいりません。水だけ飲んでれば生きていられます。だからゆうさん、ナミのこと捨てないでください。そんなことするかっての。ナミ、一体兄貴が死んでから何があったんだ、教えてくれよ。はい。それからナミはぽつりぽつりと話してくれた。兄貴が天国に行った後、ナミはランとランの彼氏にひどい目に遭わされていたそう。腐ったものを食べさせられたり、食べ物は高いからと水しか飲ませてもらえなかったとか、敬語を使わなかったり、挨拶の声が小さいと手を挙げられることもあったり、部屋の隅の段ボールがベッドだったりしたんだとか。そうか、言うことは何でも聞きます。だから大丈夫だ、俺は絶対にお前を追い出したりしない。言ったろ、お前は俺の娘だ、家族なんだ。安心しろ、言うこと聞かなくてもわがまま言おうがここにいていい。ここがお前の居場所だ。ゆうさん。それじゃあベッドで寝るぞ。ほら、はあ、これでよしっと。この人柔らかいですね。お父さんが天国に行ってからお家では段ボールの布団しか使えなかったので、私本当に幸せです。ゆうさん、ありがとうございます。ナミ、ゆっくり寝ろよ。はい。寝たか。よし、俺はあそこに行かないとな。あー暇だ、また腐ったもの食べさせて実験しようぜ。ってあいついないのか。いたらいたで暇つぶしのおもちゃとして使えるから便利よね。掃除もしてくれるし。お兄さんから返してもらう。あー、それありかもな。返してもらおうぜ。よし、じゃあ早速お兄さんに電話しようっと。あ、もしもしお兄さん。なんだ。ちょっと話したいことがあるんだけど。奇遇だな、俺も話したいことがあるんだ。話したいこと？うりゃー。は？え？お兄さん？おい、何してんだ。急に何なのよ。ナミから聞いたぞ。てめえら、ナミに相当ひどい真似してたそうじゃねえか。ああ、何？
それで怒ってきたってわけ？別に血もつながってないし、ただのおもちゃに何してもいいでしょ？おもちゃだと？そうだ、あいつは俺たちのおもちゃなんだよ。あいつを連れてこいよ。久しぶりに遊びたくなってよ。ふざけるんじゃねえ。お、なんだ、やるつもりか？気をつけて、こいつ元ヤクザなの。元ヤクザ？ええ、噂組の若頭だったのよね。噂組の元若頭？もしかしてマーライオンの竜か？その通りなは好きじゃねえが。そうだよ。まあ現役のヤクザのマサなら余裕で倒せるでしょ、こんなやつ。てめえ、ヤクザだったのか。まあな、でも念には念を入れておくか。もしもし、おい、俺だ。今噂組の元若頭、マーライオンの竜がうちに殴り込んできてな。集まってほしいんだ。おう、30人ほどでいい。頼むぜ。近くにいるからすぐに来るってよ。お兄さん、終わりね。いくらお兄さんが元噂組でも30人には勝てないでしょ。所詮元だしね。てめえらだけは許せねえ。ボコボコにされようが、てめえらだけは借り取るかんな。やれるもんならやってみろ。もう車の音集まってきたな。もうお前はおしまいだ。差し違えてもこいつらだけは。ん？どうしたら？なんか外が騒がしくない？ちょっと外を見て。あ？なんだ、組のやつらが空飛んでる。どやー、あー、クレインサイリンスプレー、目がしみる。弱いな、弱すぎる。ヒデボー。おいおい、こんなおっさんすら倒せねえのかよ。そんなんで極道語ってんじゃねえよ。よし、この声は親父たち。どうしてここに？みんなね、龍がいなくなったのが寂しくて寝れなかったの。だからみんなで龍に会いに行ったら、龍が怖い顔して家から出てきたから追ってきたんだ。あ、別に寂しくなんかなかったんだからね。親父、ツンデレ警官悟るみたいになってますよ。とりあえずこちら、こっちは俺たちに任せてください。ああ、助かる。ふん、さすがに30人は噂組でも無理でしょう。助けが来なくてもマサならあんた一人ぐらい。ちょっとマサ、何泡吹いてるのよ。次はてめえだらん。ちょっと待って、私女よ。女に手を出すつもり？俺は女には手を出さねえ。女にはな。ただてめえのような子供に手をあげるクズは女とも男とも思ってない。クズを殴るのに躊躇なんてしねえ。てめえらには波が味わった靴、何倍にもして味わわせてやるよ。来ないで。5分後。こっちも終わったぜ。さすがです、本当にありがとうございました。さあ帰ってやれよ。あいつの元にお父さんなんだろ。こいつらの処分は俺たちに任せろ。ありがとうございます。ただいま。お帰りなさい、リュウさん。なんで起きてるんだよ。ごめんなさい、一緒に寝たくて。ダメですか？ダメなわけないだろ、家族なんだから。よし、寝るか。はい、おやすみなさい、お父さん。ああ、おやすみ、ナミ。ここは、千馬。頭からてめえらがやったことは全部聞いたぜ。ここはナミが寝ていた段ボールの狭さを再現した牢屋だ。この中でてめえらは一生、軽作業をして、ナミへの慰謝料を稼いでもらう。なんだと?ちなみに、働かざる者食うべからず。働かねえと飯は出さねえから。出してお願い。ああ、伝えるの忘れてたや。俺には電流が流れてるから、逃げようとしても無駄だぜ。なんでこんなことに。なんで、てめえらがやったことに対する報いだ。おいら、お前ら許さない。
人としてやっちゃいけないことをしたんだてめえらは。この世から消してやりたいぐらいだがな。死んで楽になんてさせてやらねえ。生き地獄を味わわせることにしたんだよ。ちなみに飯はうちの組で出た生ゴミに腐ったカルプスをかけて出してやるからな。よーく味わって食えよ。あった、私の人生。こうしてランとランの彼氏、そしてランの彼氏が所属していた組の奴らは牢獄に入れられた。一生苦しむことになるだろうが、当然の報いだ。迎えに来たぞ、ナミ。お父さん、待ってたよ。お疲れ様です。ナミちゃん、保育園でも明るくなってお友達もたくさんできてるんですよ。そうか、それはよかった。お父さんのおかげでたくさん居場所ができたの。本当に本当にありがとう。ああそうだ、お父さんの絵を描いたんだよ、見て。上手だな。これは何をしてるところを描いたんだ。お父さんがナミのために悪者をやっつけてる絵。もしかしてあの時見てたのか。うん、これ内緒だったんだ。ごめんなさい。めいちゃんにリュウがあなたのことどれだけ大切に思ってるかわかるよ。一緒に行こうって言われて。お嬢。お父さん、あのね、私お父さんのおかげで居場所が見つかったよ。お父さんはお父さんの居場所に戻っていいんじゃないかな。この前めいちゃんのお父さんたちと会った時嬉しそうにしてたでしょ。そこがお父さんの居場所なんじゃないの。私のために辞めたってめいちゃんから聞いたよ。そこまで聞いたんだな。うん。ねえ、いいよ、戻って。いや、そういうわけにはいかない。ナミはわからないと思うが。私わかるよ、ヤクザごっこしてるんでしょ。愛先生が言ってたもん、お父さんはヤクザごっこしてたって。ごっこだし戻っていいのにねって。おい、ごっこってなんだ。ごめんなさい、指定暴力団じゃないことをなんて伝えればいいかわからなくて。そういや、そうだったな、うち指定暴力団外されてるのか。え、お父さん、みんなのところに戻りなよ。みんなも戻ってきてほしそうにしてたじゃん。そうだな。リュウ、おかえり。カシラ、おかえりなさい。おかえり、カシラ。やっぱりカシラがいないとダメですよね。うちは親父なんかずっとリュウはどうしてるんだって言ってましたし。おい、それ内緒だって言ったろ。またお世話になります。ああ、おかえり、リュウ。こうして俺は噂組に戻ることになった。みんな泣いて喜んでくれたよ。本当にいい奴らだな。これからもナミや親父たち噂組の奴らを守るために日々精進していこう。そして兄貴の分もナミを幸せにするんだ。